皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もユーフィトボール2024来週の月曜日に登場するのはスパニッシュリーグアタッカーズということで2つのガチャが来ます。インテルビッグタイム1つ前の動画で紹介しておりますので確認してほしいんですけど、2つのガチャがね一気に来るんですが、今回は B 固定よりも付属のハイライトで引かせようガチャなんですかね。さあ今回の目玉 B 固定はこの3名で、初搭載のルイス・ガルシア、ファン・ニステルロイにサモラーノということで、まあレアル版のファン・ニステルロイ・サモラーノはね珍しい感じでいいですけど、レアルの選手はねそんな強くされないっていうのはねおなじみなんで騙されてはいけません。レベル上限50ぐらいになったらね引きたくなるんですけどね。さあ今回も期待値ランキングのような形で紹介していきます。レベル上限はリークされていません。実際のものは月曜日に確認してください。毎週こんな感じで紹介やってますので、ぜひチャンネル登録高評価の上また確認していってください。では早速ランキング第8位、サビオ選手、ジローナからの登場ですね。まあ両ウィング左ハーフができる3つのポジションをこなせる選手、かなり数値は良くてドリブル周りしっかりと90以上にまとめられ、今回トップ強化は瞬発ですね。92まで伸ばせますし、ドリブル96はじめ安定した能力は持ってますよね。19歳、左利きの選手ですね。逆足がやや低かったりする部分と、あとはスキルの少なさですね。ライブアップデートはねちょくちょく B 上になってるんですけど、やっぱりスキルが圧倒的に少ない、課題は残ります。さあ続いて第7位も初 FP、 ラマザニ選手、アルメリアからの登場みたいですね。波普通の逆足高いの選手になります。なんといっても167センチという圧倒的サイズ感、小柄な選手ということでドリブルのしやすさ、コネコネのしやすさ、まあ、数値も相まってめちゃくちゃに使用感良さそうですよ。ただ気になる部分も多くて、左ウィングしかまずできない点、3トップで左ウィングが空いていないと起用することがそもそもできませんし、ドリブル周りやスピード瞬発はねかなり抜けたいい数値持ってるんですけど、フェンスセンスはじめ得点力はやや数値劣るものもありますし、パス数値もやや低いんですよね。あとはスキル、こちらも少数って感じです。今回スーパーサブはいいですけど、追加したいスキル山ほどあります。さあ続いて第6位も初 FP、 連続になります。ボックスストライカー持ち、カルロス・フェルナンデス、左利きの選手、まあ、能力はっていうと結構バランスタイプかな。エアバトも8振ったんですけど、すごいフィジカルがみたいな、そういうタイプではないのかなっていう印象で、今回トップ強化はボールコントロールですね。まあ、しっかりと足元なんかを生かすようなそういう数値にしてあげるのはいいかなと思うんですけど、この選手はなんといってもボックスストライカーで186センチ、このガチャ同時搭載に B 固定の188ボックスストライカー、ファン・ニステルロイ、さらにサモラーノもボックスストライカーなんで、ボックスストライカー B 固定が2人いるガチャなんですよね。まあ、メインとしてその2人がいるってことになるとちょっと苦しい枠になっちゃいます。ライブアップデートは載ってないんですけど、スキルは結構優秀で、ワンシューワンパスルパダブルタッチヘッダー、悪くないのがいいところ。このスキル込みで順位を6位にしました。続いて第5位は、少し前に週間 FP として登場しましたホセ・ルイス・モラレス。普段はインサイドレシーバーで、まあ、今回ももちろんそうなんですけど、やっぱりセンターフォワードまたは ST のインレシが発動しないポジションで使うのが無難かな。パス数値なんかも初期から安定していて、このドリブル数値13と大きめには振ったんですけど、安定感って非常に高いですし、オフェンスセンス、決定力、またはスピード瞬発だったりキック力だったり、まあ、この辺の大事な部分は85付近にはまとめられますね。リーグイベントのエース格としてそういう起用はできるんですけどね、わざわざこの選手をそんな感じで狙う方がいるのかどうかは分かりません。さらにスキルも結構優秀で、ダブルタッチにワンタッチシュート、今回アウスピスーパーサブにスルーパス、ほとんど追加必要ないというね、スキル構成なんかも優秀すぎます。まあ、何個か追加してもいいですね。ミドルシュートがないんでそこが候補になってくるでしょう。過去のモラエルスと比べると週間 FP ラインブレーカーでしたしね、まあこれいれば十分かな。さすがにここまでね決定力とか伸ばせないんで、これで OK です。さあ続いて第4位はヤゴ・アスパス、セルタのエースが登場です。左利きのラインブレーカーなんですけど、逆足どちらもやや低が私は気になりますね。オフェンスエース95、キック力90、ボディコン90、まあ、この辺のやっぱりストライカーとしての素質ってやっぱり持ってますよね。瞬発88や足元なんかも完成形、85前後にまとめられる素晴らしい数値は持ってます。決定力やスピードもまあそこそ。注目は守備意識ですね。80の数値、なんかここだけバグってるかのように数値が高い、そこが注目ポイントですかね。スキルはこんな感じで、ワンタッチシュート、コンカミドル、シュート系は言うことなし、ダブルタッチ、ワンタッチパスなんかをつけられるとより完成形へと近づくでしょう。ライブアップデートもねやはり乗ってはきてますね。そして過去のアスパスとの比較、まずは指名契約ですね。今回トップ強化のキック力がね大きく伸ばされてるんで、まあ、期間これで乗り換えるぐらいになるかな。あともう一つは投票 FP、 流れ的には同じような傾向ですね。上限を超えてくるかっていうのはポイントです。さあ続いて第3位はレアルからホドリゴ選手。なかなかセンターフォワードがね通常開かないんで今回もできないんですけど、インレシ発動前提になってしまいます。両ウィングができます。まず起用として3トップだったり4トップだったりのウィングありをね使っていないと起用するところがありませんので、まあ、そこは注意ですかね。まあ、あと順位を3位にしたのは
直近でセンターフォワードができるタイプ2種類出ていたりとか、そういうのも含めるとわざわざインデシでって狙うっていうのは難しい選択になりそう。ただ能力は圧倒的なものを持ってますし、特にドリブル周りスピード瞬発いうことないですね。ボディコンもやや高く、オフェンスキック力決定力、まあ、この辺の完成された安定感というのは持ち合わせている選手。波も小さく、まあ、今週は C みたいですけど、ライブアップデートも定期的に A、B の週はあるでしょうし、もし持っていないのであれば狙ってみてもいいかもしれません。まあ、あとはスキル追加何個かしたいですね。ダブルタッチ、ワンタッチシュート、スーパーサブ、スルーパス、足裏、まあ、この辺の初期から持ってるスキルとしては悪くないんで、何個か追加してあげるとより完成へと近づくことでしょう。過去の育成できるタイプのホドリゴと比べるとこんな感じ。まずはこれリーグガチャかな。トップ強化さ、決定力かオフェンスセンスか、まあ、どっちでもいいですね。お好みでって感じです。期間効率で乗り換えるぐらいかな。そしてダービーはベース能力はやや今回の方が高いので、まあ、25の上限をしっかりと超えてくるかっていうのはポイントにしたい。そしてもう一つリーグガチャで出ているようです。これもベース能力基本高いので上限はちょっと高め、29ですね。28以上とかで乗り換えてもいいかなっていうぐらい。そしてもう一つのこのタイプ付属かと思うんですけど、これも傾向は似てるね。こちらも同じく29上限、28以上で乗り換えましょう。まあわざわざ週間 FP、 このラインブレーカーだったり、こちらのリンクフォワードだったりは乗り換える必要はないと思います。第2位ジョアン・フェリックス。なんか付属のハイライトでね、一回来た記憶あるんですけど、またの登場ですね。まあ、逆足のうまさ、ドリブル数値、今回すごい高いですね。トップ強化はボールキープで97、もうほんとカンスト近くまで持っていくことができます。スピード瞬発88に、サイズはね181センチと少しサイズ感はあるんですけど、チャンスメーカー、無印センターフォワードだったり、いろんなところ適性広いので使う箇所はねいろいろあるんですけどね、もう皆さん持っている説があります。ドリブルスピード瞬発だけじゃなくて、得点力もしっかりと合わせ持ちながら、パス数値なんかの安定感もある、全体バランスレベルの高い選手ではあります、ね、あとは相変わらずのシュート系スキルがありません。そちらを追加候補にしてみてはいかがでしょう。ライブアップデート C と B をね行ったり来たりしてます。フェリックス育成できるタイプ、もう1年以上経ったものは今回省かせてもらうんですけど、まずは指名契約のこれ。ベース能力はやや勝ってるぐらいかな。ただ守備系が勝ってるぐらいなんで、まあ、そんなに差はないです。上限次第でしっかり乗り換え。そしてパックはトップ強化さですね。スピードかボールキープか。上限は26なんで、これを超えてくれば乗り換えかな。やっぱり前回付属ありましたよね。26上限のこれ。ボディコンかボールキープかの違いなんで、正直どっちでも OK。期間恒例で乗り換えるぐらいですよね。そして登場回数も込みで、今回注目の第1位、アレックス・ベレンゲル選手。少し前に週刊 FP として搭載されて話題になった逆足最高の選手ですね。適性はもちろん広くいろんなところをこなせるし、どのフォーメーションにも当てはまるポジションがあるっていうのは魅力に感じます。175センチのウィングストライカー。中央のポジションで使えば無印なんかでも使えます。能力はっていうと、ドリブルにかなり振り切った育成をしているんですけど、ドリブルは93、今回トップ強化はスピードで、スピード瞬発、まあ、80後半、90に迫るような数値はできますし、決定力の80、この辺も魅力あります。まあ、パス数値もちょっとね、増やせると、70の数値なんかもできます。条件がどれぐらいになるのかと、ライブアップデートがどのくらい乗るのか、そこも注目。週間 FP をね、逃した方は狙ってみてもいいかもしれません。スキルはこんな感じ。ダブルタッチ、コンカー、チェイシングスルーパス、まあ、要所は抑えられてますけど、何個かスキル追加したい。ワンタッチ系だったり、サイドで使うならピンポイントクロスなんかもつけておいてもいいし、ミドルシュートなんかもあったら便利そう。少し前に週刊 FP でやってきたこのバージョンを持ってるっていう方は別に今回取る必要はありません。こちら逃してね、欲しかったという方はぜひ狙ってみてもいいかもしれませんね。はい、ということで、希少性の塊のようなそういうガチャにはなってるんですけど、目玉の B 固定がそこまで絶対級って感じではないんで、あんま惹かれないんじゃないかなと。来週はインテルビッグタイムも見るので、聞くならそっちでもいいかもしれません。次回どういうガチャをね引くべきなのかっていう話もねちょっとしていきましょう。こんな感じで毎週紹介やってます。今回は以上です。ではまた。